まず最初に赤ちゃんを英訳します。翻訳結果をコピーして、ステーブルディフュージョンのプロンプトに貼り付けて、ジェネレートボタンをクリックします。完成しましたが、どう見ても赤ちゃんではありません。失敗です。赤ちゃんを生後6ヶ月の赤ちゃんに変更します。翻訳結果をコピーして、ステーブルディフュージョンのプロンプトに貼り付けて、ジェネレートボタンをクリックします。完成しました。赤ちゃんに見えないこともありませんが、生後6ヶ月には見えません。最終手段です。バッチ数を4に上げて、4枚同時に作成します。完成しました。詳しく見てみましょう。4枚中3枚は赤ちゃんに見えます。